レンジカードは転売機で近距離切符はお求めいただけるカードです。本日車内で発売しておりますカードは、水戸車掌奥のオリジナルカードとして特急日立号が筑波山を背景に改装する車種に日立号のセットマークを図案化したカードです。1枚1000円で発売しております。お求めの方、後ほど車掌が通りますと、どうぞお買い求めください。トレッチカードの車内発売についてのお知らせでした。続きまして、水戸の梅祭りについてご案内いたします。水戸の梅祭りは、日本三公園の一つに数えられる偕楽園を中心に、3月の31日まで開かれております。この期間の毎休日を合体デーとして、いろいろの催しが行われます。JR 東日本では、この合体デーに、水戸駅近く9時10分から15時までの下り列車が偕楽園駅に、臨時自転車をいたします。どうぞ春に咲き乱れて咲く梅の香りをお楽しみください。梅祭りはぜひ JR 東日本をご利用くださいますようお願いいたします。なお、水戸の梅の開花状況はただいま7分咲きでございます。水戸の梅祭りについてのお願いいたします。ありがとうございました。本日は特急日立7号をご利用いただきましてありがとうございます。次は松戸に止まります。なお途中駅からの接続列車の案内につきましては、先ほどお案内をさせていただきます。